はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。長谷慎です。ということで、ついにですよ、こちら見てください。プレステージマスター102レベルということで、3桁突入しましたね、やっと。で、100レベル、まあ、超えたということで、今までね倒してきた敵の数は約5万9000キルぐらいかな、5万8886キルしてきたということでね、いやー、まあ、1000レベル目指してこれからもブラックオプス4やり込んでいこうかなと思うんですけどもね。ほんでですね、今回はこれですよ、プレステージアイコンのカスタマイズっていうところがあるんですけども、ここでですね、なんとまあ、プレステージマスターになったらっていうのかな、例えばこの7周目のやつとかにね、まあ、右上に注目してもらいたいんですけど、戻すことができるんですけどね。で、まあ、今回はですね、まあ、100レベルを超えたらですね、このプレステージ1周目の新たなね、まあ、プレステージアイコンが登場するわけなんですけども、まあ、これだったら例えばブラックオプス1ですね、ブラックオプスのプレステージ1周目の、アイコンですね。で、これだったらブラックオプス2、BO2 の時のプレステージ1周目のアイコンですな。で、これだったら BO3 ですね、ブラックオプス3。で、まあね、今回はこのね、新しい1、2、3、4種類のね、プレステージアイコンが追加されたということで、でね、どんどんレベルが上がっていくにつれてですね、最終的にはね、ブラックオプス3のプレステージマスターのアイコンとかね、まあ、ブラックオプス1の時の、プレステージのアイコンとか、まあ、いろいろ使えるようになるわけなんです。これとか懐かしいですよね。BO2 の時のプレステージマスターのアイコンもね、まあ、1000レベルになったら解放することができるということで、まだまだ道のりは長いですけどね、まあ、いつかはここぐらいまで行きたいなという思いはありますな。で、まあ、今回はですね、ついに100レベル3桁到達したということでね、まあ、この4つのプレステージアイコンが新たに使えるようになったということで、まあ、この BO2 の時のアイコンも好きなんですけどもね、個人的にはこのブラックオプス1の時のこのアイコンがね、かなり気に入っているので、今回このアイコンをセットして、さあ見てみましょう。いいっすね、この右上のこれ、まあ、このアイコンに切り替えて使っていこうと思ってるカスタムクラスはこちらですね、 KN572 リフレックス、グリップストック、クイックドローに音響センサー、スカベンジャー、ライトウェイトにデッドサイレンスのカスタムで、ほんじゃらフリーフォールいきましょう。レッツゴー。よーし、ということでコントラバンドのフリーフォール始まりですな。何のスペシャリストで行くか迷いますけども、プロフェットで行きたいと思います。使っていこうと思ってるカスタムクラスは先ほど紹介したこちらっすね、 KN のカスタムを使って、目指すは1位、サクッと1位取ってロビー戻って、もう一回ね、先ほど設定したブラックオプス1の時のプレステージ1周目のアイコンを見せて終わりにしようかなと思います。あそこに1人確認、こっちから来るような気がする。ボディアーマーつけてる敵がいるぜ。あそこら辺から顔出し来ない、こっちから来たね。あと一発、これはしんどそうだな。この岩を縦にしてちらほらと、ちょっとエイムがかなり乱れていく。敵モズか、すごい武器使ってんね。モズにボディアーマーつけてがっつりと上げてきてるね、前線を。負けてられんな。あそこで一人敵がやられたということは、こっちに来ないということは、こっちにも来ない、あれですよね、あれ敵、あーっと降りたか、戻ってきてくるか、戻ってきてくれてありがとうございます。ちょっと打ち負けそうになっていくが、一応こっちの方にもリスポーンあるんで、ここですね。まあ、フリーフォールはリスポーンがかなり重要になってくるモードなんで、しっかりとリスポーン地点を把握することができたら、それなりキルペースもね安定させることができると思います。一応ね、裏とここの奥にリスポーン地点あるんですけども、あんまり敵来ないんで、ちょっと場所変えますか。さあ、シーカーと一緒に上がっていきましょう。シーカーがどっち、向こうに行く、向こうにどうすんね、こっちに来るね。戦隊で撃ちゃってんな。ちょ、一回戦隊行こうぜ。ついてきてくれてるか分かんねえけど、来てるっぽいね、シーカー。この左手にいるの分かってるが、こっちに行ってきます。倒す、シーカー頼んだ、頼む、シーカー。ナイス連携、ナイスすぎる連携。それはこっちから来るやろ、おそらく。一応1点差でリードは作れてはいるが、倒していく。ほんでもって UAV オンライン、センターに1人敵いたか、ここ一応センター渡れます。降りるような形でセンターに渡ることができるので、背後取って、左サイド取って、こっちの右かな、後ろですね。こっちのサイドが来るの分かってカットしていく。ほんで次はこっちから来るんじゃないかなと思ってますけども、取られるぞあの敵は。大丈夫か、うおっと、ギリヘルストーンつながった。プレステージマスター103レベルにアップしていく。いいね。さあ1000レベルまで程遠いな、本当に。
まあ頑張っていきたいね。いつか行けたらいいけども、果たして次回作の発売までに行けるのかどうか。うーん、そこの距離負けるか。ハーデス、いいエレミジ使ってんね。今いたぞロングに。このロング倒せるかどうか。いいエムだ、安定してきたぞエムが。エルストームとか使っちゃうのもありですけども、なんとなく残しておきたい気持ちもある。言うて4点差しかないからな。4点差ってあんまりないような気がするから、2人倒してスライディングからの、スライディングからの出てるね。うひょーめ、え同じ道を変えたつもりやったんけど、なんかちょっと前に出ちゃったみたいな感じですか。こっちから来るんかな次は。後ろ、まさかの後ろ、先ほどのハーディスのプレイヤーや。じゃあ一旦シーカーと共に上がっていく作戦にもう一回戻します。シーカーどこ行った？そっちに行く。いいね、こっち行く、こっち行こうか。さあシーカーに気を取られてる敵を倒していく。ありがとうシーカー、これいいっすよね。フリーホールだったら本当にシーカーもかなり活躍すると思うんで、ぜひ皆さんもスペシャリスト迷ってるときはプロフェットに変えるっていうのもいいんじゃないかなと思います。この流れでいきます。わあ、ワンチャン4人たわ、ちょっと MM 4人倒せるんじゃないかなと思ったけど、そんなに甘くはなかった。おそらくこっちからリスポンしてくるはず。ここの下リスポン読みが噛み合わない。今回はこっちでしたね。ってことはだ、こっちも来ないんだったら後ろか。俺がここにいる限り後ろで湧かないのかな。もうちょっとこっちに、ここら辺まで行ったら後ろで湧くみたいな、そういう感じ、そういう感じでもないと。よし、場所変えよあえてこっちセンター行ってみましょうか。この左にもリスポンあるんで、後ろからも来てるんで。うーん、挟まれたか。3人おるとか、あそこのところに。さあライトニング、ライトニング、ライトニングで、プロフェットのテンペストオンライン。さあライトニングストライクで何人倒せるか。一人でしたね。ここら辺に、おっと危ない危ない、いんの分かってるが、センターにはいるね。当てていくぜ、隠れられちゃったぞ。おお、これは美味しいぞ。おい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 、危ないぞーいテンペストなくなっちゃったね。ちょっと外しすぎたが、シーカーと共に上がっていきたい。シーカーに気を取られてたと思ったけど、ちょっと間に合わず、一歩噛み合わず。そこの左奥もう当たりスポーンしてたね。ってこと、犬を出してる敵がいるぞ。ケイラユニットが左に曲がったから大丈夫と信じて、ここの中いると思うぞ。やはりいる、あぶねえメッシュ前仕掛けてる可能性ある。ケイラユニットも来る可能性あるぞ。ケイラユニット、おお、ラッキー、敵体力ちょっとしかなかった。ラスト2キル、あと2キルしたらもう一回さっきのプレステージアイコン見て終わりにしようかなと思ってますけども。音響センサー反応してんぞ、打っちゃったけどな。センターにも俺な、グラブスラムの音が聞こえたぞ。カットシーク、ラスト1キル入ってみようか。こっからこっから入ることができるんすよねはい、ということで30キル7です。最後良かったね。うん、最後のあそこのセンターからのウィンドウから入るやり方良かったんじゃないかなと思います。まあこういう感じでね、コントラバンドいろんな進み方って、まあ突撃の仕方あるんで、ぜひ皆さんもこんなプレイでよければ参考にしてください。ここよかったね、前半のところシーカーとの相性もよくしっかりと入り組んだところ、カットしていく、いいっすね。この迷彩も綺麗。さあもう一回戻って最後にね、プレステージアイコンもう一回見て終わりにしようかなと思います。現在のレベル103レベル、いい感じっすね。じゃあ最後にもう一度見ていきましょう。あの懐かしのプレステージアイコンはこれっすね。まあでも印象にめちゃくちゃ残ってんのはこれなんですけどね、 BO2 のこれなんですけどもね。まあかっこよさ的に言ったら、個人的には一番この BO1 の時のプレステージ1周目のアイコンが好きということでね。まあ2周目200レベルになったらね、これらのアイコンがまた使えるようになりましてですね、プレステージ300レベルに行ったらこれらのアイコンが使えるようになって400レベル、いいね、懐かしいなこれ、懐かしすぎる。で500レベル、これも懐かしくないですか、500レベルのこのアイコン。いいね、これもあったなとかね、600レベル、で700レベル、ね、800レベル、これかっこいいよね。で900レベル、
で1000レベって感じですね。てかまあ1000レベルになったらですね、一気に解放されます。1000レベルになった瞬間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11種類のアイコンが解放されるということでね目指せ1000レベルっすよね。ということで今回はブラックオプス1のプレステージ1周目のこのアイコンを使ってフリーフォールやってみました。少しでもねナイスプレイと思ったらぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。結構ね高評価の数は動画投稿のモチベーションの向上に本当につながりますので、普段押してない方でもワンタッチしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。